ばんは、ぶっちゃけ丸です。今日はですね、非常にショッキングなニュースがありました。安倍晋三元ね、総理大臣がですね、選挙の演説中ですかに、暴漢にね、ショットガンでね、撃たれて、その凶弾に倒れて、その出血、大量出血ですね、で亡くなってしまったというねことになりましたね。本当にね、残念な話なんですけども、お医者さんの方からのね、記者会見での説明とかもあったと思うんですけども、基本的には、相当な大量出血があったんだろうなという感じですね。例えば、30分あたり、どうですかね、2リットルとか3リットルぐらいとかね、どんどん輸血しないと間に合わなかったのかなっていう感じですね。でもそれでも、動脈、大きい動脈および心臓にもですね、その傷というんですか、そういうものがあるということで、しかもそれがね、多発されてたみたいですから、正直間に合わないですよね。何をやっても、その要は全部破れるところを縫い合わせて、それで、血流を回復させてって言っても、その臓器、心臓なんかね、もうポンプ薬ですから、ここがダメだと、機械につないである程度はね、代替できるんですけども、多分心肺停止状態で、ほぼほぼですけど、もう即死に近かったんじゃないかなと。なんでこれが即死に近かったのかなっていうのが分かるかっていうとですね、蘇生を試みて回復しなかったというものの言い方をしてるんですね。つまり蘇生をしたということは、医学的に考えればね、心肺停止状態ですから、基本的にはそこから息を吹き返すかどうかっていうような話です。ですから、医学的に言ったら、死亡診断書および死体検案書にね、書かれてなければ、死亡とは断定できないんだけども、ほぼ準ずる状態だったのかなということでしたね。で、多分、脳が一番その大量出血した時に不可逆的に、その機能がね、不全に陥ってしまうってこともあって、ですからね、誰がやって見てもというか、処置しても、結果は変わらなかったのかなというレベルなんで、これはもうちょっとね、医療体制云々じゃなくて、100歩譲ってものを言うならばですけど、今の医学の限界ですよね。今できることをやった結果ですから、これはもうそれに関してはどうしようもなかったのかなと思います。あとですね、体の中で多分弾薬が相当炸裂したんでしょうね。多発しているということですから、普通のね、弾が貫通しましたっていうのとレベルも違うとは思うんですけども、そういったことを実行した犯人、これね、現行犯逮捕されましたけども、本当単独犯なのか複数犯なのか、これからね、捜査されればいろいろ分かってくるのかなと思います。こう政治家が絡むようなね、こういう話っていうと、いろいろきな臭い話とかなんとかっていうのがね、出てきたり、あるのかないのかとかね、もみ消したりしなかったりとかね、いろいろこう憶測とかもね、呼ぶような部分もあると思うんですけど、ぶっちゃけ丸が今回間違いなく言えることは、医学的に見て、医師とか病院には瑕疵がなかったかなということと、非常にですね、ちょっと通常考えられないような負傷をされたんだなということが、状況から推察できるということでね、本当に突然の別れになってしまうその遺族の方、あるいはね、関係者の方、いろんな人いると思うんですけども、本当にね、お辛い気持ちだなということをね、本当にぶっちゃけまでもね、
気の毒としか言えないんですけども、まあ、まあね、現実をまずね、本当こう受け止めるしか今はできないなって感じです。あとは今後どういうふうにこのね真相が明らかになるか、こういったものはねきちんと見ていきたいなと思います。どんどんこれからね調べて情報が出てくると思いますんでね。まあ本当にそれがねせめて、まあその亡くなられたね安倍晋三さんに対する手向けになるんじゃないか、ぶっちゃけまあそう思いますね。ということで、まあ、今回は一応まあ緊急で動画を上げさせてもらいました。まあ、いろんなね説明の仕方とか解説の仕方あると思うんですけど、まあ、ぶっちゃけはとりあえず、まあ、医療に限ったところでの、まあ、解説という動画という形でね一本上げさせてもらいました。本日もね動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。